どうしてここに来てしまったのかしら。富山さんたちの演奏を聞いた時に感じた何か、そこに答えがあるかもしれない。答えを探して無意識にここへ来てしまったのかも。ごめんなさい、見苦しいところを見せてしまって。いえ、ユキナ先輩大丈夫ですか？ええ、落ち着いたわ。あの、ライブ来てください。はあ？おい、カスミ、なんでそうなるんだよ。ユキナ先輩の力になりたいけど、私上手にアドバイスとか無理だし。あの、私たちの演奏、ロゼリアの皆さんみたいに上手じゃないですけど、見てくれたらきっと元気になれると思います。富山さん、あの、すみません、ほんと無茶言っちゃって。無理だったらいいので。皆さんこんにちは、ポッピンパーティーです。それじゃあ早速一曲いきまーす。以前見た時より技術は上がっていそうね。まとまり方も悪くない。お疲れ様。今日の演奏どうでしたか？キラキラドキドキしてもらえましたか？うん、したよ。お便り聞いてるんじゃねえっつーの。でも私たちがキラキラドキドキできてなくちゃ絶対聞いてる人には伝わらないと思う。だから大事なことだよ。自分たちが、あなたたちいつもどんな気持ちで演奏をしてるの？お前らがふざけるからユキの先輩怒ってるじゃねえか。怒ってないわ、気になっただけよ。ポピパが大好きって思って弾いてます。うん、私も同じです。みんなのこと大好きって気持ちで私はキラキラドキドキできて、その大好きって気持ちが歌に乗って届いたらいいなって思って、みんなに私たちポピパのキラキラドキドキ感じてほしいなって。アリサもそうでしょ？ポピパが大好き。もうみんな同じ。あ、ユキナ先輩？いえ、なんでもないわ。今日はいいものを見せてもらった。ありがとう、富山さん。はい、またロゼリアの皆さんのライブも見に行きたいです。ええ、そうね。考えたこともなかった。みんながどんな気持ちで演奏しているのかなんて、同じ気持ちで演奏しているかなんて、なおのこと気にしたことがなかったわ。私たちの音を取り戻すこと、それは私たちがロゼリアである誇りを取り戻すことなのかもしれない。でもどうやって？あと少し、あと少しなのに。